トバリウス、アルバムエピソード。ストラトバリウスはフィンランド出身で、これぞ北欧と思わせるあふれんばかりの様式美がダダ漏れ状態の、いわゆるメロディックパワーメタルという、おそらくヘビーメタルをほとんど聞いたことがないような人が思い浮かべるザッツなサウンドを何の迷いもなく突っ走らせているバンドである。本作は1996年に発売された彼らの5枚目のスタジオアルバムである。そのサウンドメイキングで重要な役割を担っているのはキーボードによるシンセサウンドであり、重厚なシンセリードが連打されるツーバスや単音で刻まれるリードギターと組み合わさることで、このようなサウンドが生み出されているのである。特にこのシンセが16部で高速フレーズを弾くのはこの手のバンドの常套手段でもあり、これにより黒のカリスマでも登場してきそうな北欧パワーメタルの真髄ともいえる世界観を作り出すのに大きな貢献を果たしているのである。また実際に聴いてみると、曲中はそのイメージとは裏腹に比較的メジャーコードワークが多く見られ、このことがクラシック音楽をルーツとしている様式美メタルの色付けに役立っており、これにより根底に流れるメジャー感が、特に日本なんかにおいては好きな人は好きという受け入れられ方をすることが多いのは事実なのである。そうして生み出されるいい曲感で作られるバラードなど、特に大衆性が高くなるものであり、同アルバムに収録されるバラード Forever、 お隣韓国においてあのヨン様とチェジューが主演する恋愛ドラマで大々的に使用され、爆発的なヒットとなったのであるが、アルバムを購入したほとんどの人が収録されたその他全ての楽曲がこれでもかと言わんばかりのパワーメタルであったことに驚愕し、これが大規模な返品騒動に発展してしまったというのだから、我が国との若干の国民性の違いを感じてしまったりもするのである。シングル切ればよかったのに。ロックンロールインスティチュートボーナストラック、アイアンバニーのことのです。今回私が紹介するロックの名盤はこちら、ストラトバリウスのアルバムエピソードなんですけど、このアルバムを聴いてみて、そのイングベイっぽいクラシックな感じがするなって思ったんですけど、そのシンセサイザーの音がよりクラシックを感じるなって思いました。で、ストラトバリウスのこれを学ぶ前に、TNT の、 ジャケットを南がその北欧メタルっぽくて寒い感じっていうのを言ってたんですけど、このストラトバリウスのエピソードのジャケットもなんか木も枯れてるし、ちょっと色味も寒い感じで、ちょっと寒い感じがするジャケットだなって思いました。で、そのストラトバリウスをネットでいろいろ見てたんですけど、じゃあそのシンボル、昔使われてたシンボルが出てきて、なんか見たことあるなって思ったら、その中学の時に使ってた財布とすっごい似てて、でその財布を使うまでは本当に子供財布みたいなのを使ってたんですけど、そのストラトバリウス風財布からは大人の人と一緒のようなその長財布を買ってもらって嬉しかったっていう思い出があるので、その昔のシンボルを見てなんか懐かしい気持ちになりました。でこのアルバムの中だったら Tomorrow っていう曲が好きなんですけど、もうギター始まりのギターから本当に圧倒されて、このアルバムの中でおすすめの曲だったら Tomorrow だなと思いました。ということで今回の格言はこちら、第一印象大事です。Forever っていう曲が韓国のドラマで流れてすごい有名になって、それをきっかけにこのアルバムを買った人がたくさんいたっていうのを聞いたんですけど、やっぱフォーエバーの第一印象でアルバムを買った人はちょっとこんな激しい音楽だとは思わないじゃないですか。なのでやっぱりそのいい曲なのにそういう風なその返品みたいなことがあったっていうのは、やっぱり第一印象は大事だなと思ったのでこの格言にしました。ということで今週はストラトバリウスのアルバムエピソードを紹介しました。本編を聞き逃した方はぜひラジコのタイムフリー機能で聞いてみてください。以上、アイアンバニーのことのでした。次回も全ツッパでロックンロールだ。